はい、どうもランニング食堂です。本日はですね、松本マラソンの動向、ちょっと僕のチャンネルではウォッチングしていこうかなと思います。まあ、悪い意味ではなく、普通に気になるというところで動画を作ってます。で、松本マラソンですね、大会のエントリーページ見たらですね、なんとファンランの部、10キロの部1000人エントリー締め切ったらしいです。おめでとうございます。同時開催のファミリーランの部 1.8 キロ、300組エントリー締め切ったそうです。おめでとうございます。だから残すところあとマラソンの部ですね、9000人までというところでございますね。はい、まあ別になんか僕がどうこうっていう話でもないんですけど、まあせっかくなら一度取り上げさせていただいたので、まあ、皆さん松本マラソン忘れてないですかというところで、僕のチャンネルでもう一度リマインドしていきます。松本マラソンの公式チャンネルでは、その峠、松本マラソンの一番の醍醐味、めちゃくちゃきつい峠、ここを盛り上げるということで、美味しい食べ物、ご当地グルメを準備しているということで、あの動画が上がっております。エイドの企画に対しての動画が上がっております。はい、そちらよかったらぜひ概要欄には載っけておきますんで、そちら見ていただければなと思うんですけど、ちょっと僕のチャンネルでは転載はちょっとできないんで、引用できないんで、まあちょっと、見せれる範囲だけ見せておきます。まずそばがですね、あるそうです。暑い日のそばってめっちゃ嬉しいよね。ズズズっといってさ、一口そばみたいな、一口そばだっけ、あれ何そばだっけ、まあそんな感じで食べれるし、はい、次おやきあるそうですね。まあ長野といったらおやきっすよね。関東って大体関東住んでると、どっかに行こうとすると長野通るじゃないですか。わかんないですけど、長野通ったらとりあえずやっぱおやきは買うよねっていうところですね。はい、そんなおやきも食べれます。で、リンゴあるそうです。リンゴジュースがあるらしいですね。あ、でもリンゴジュースいいっすね。走ってる時にエイドみたいな感じで、まあ、スペシャルドリンクみたいな形でリンゴ取れるからいいかもしれないですね。はい、で僕が言ってた山賊焼き、これに関しても動画で取り上げられてます。フルマラソン3時間とか4時間で走る方はちょっと食べてもらえないかなみたいな。あ、でも一口サイズで出しておけばもしかしたら食べてもらえるかもしれないとおっしゃってます。おー、松本マラソン動画では山賊焼き、やっぱ峠をちょっと盛り上げるためにそこをグルメゾーンにするらしいんですけど、今松本マラソンの動画を見てる感じだと、フィニッシュゾーンに、フィニッシュ完走エリアにも山賊焼きとおにぎりみたいなの準備して食べてもらいたいみたいなことを企画されてるそうです。これは嬉しいよね。さすがに僕も山賊焼きをレース途中に食べたいなとは思えないんですけど、レース後に山賊焼きとおにぎりあったら超嬉しいわ。うん、まあとりあえずやっぱりそばあってほしいよね。乾燥エリアにそばずずずっと食べて、口の中しっかりと水分を取り戻した状態でおにぎりと山賊焼き、めっちゃいい。僕絶対おにぎり、ここは塩おにぎり一択です。塩おにぎりと山賊焼き絶対合う。はい、で漬物あるそうですね。はい、漬物とあとは信州味噌を使った味噌汁も、準備されてるそうです。まあ、漬物と、お味噌汁はすごくいいですね。あの水分が多いので。はい、そしてスイーツもあるみたいです。スイーツは今調整中って書いてありますね。あーはーはー、スイーツもでも出したいみたいな動画になっております。あーはーはーはー、いいですね。エイドの情報が今松本市公式チャンネルで上がってますので、よかったら映像の内容見てみてください。動画もすごくね、面白いというか、こうテンポよく進んでるのでとても面白く見えますね。あの松本マラソン参加する方もちょっと迷ってるなっていう方、僕の動画をきっかけで知った方、よかったら動画見てみてください。で、大会ランナー T シャツデザインが決まりましたとことですね。参加者の T シャツでございます。こちらが決まってるそうです。まあただね、これ僕ちょっとね見たんですけど、正直ねちょっとどうなんだろうな。デザインのイメージは光り輝けランナーと、
松本マラソンの発展を願うサンライズカラーと、今大会は晴れの松本で走破をという思いを込めた、伝統の松本手まりと、パワーみなぎる太陽をモチーフとしたデザインになってますと。でデザインがこちら。色よ色金沢マラソンもですね、 T シャツ黄色だったんですよ。はい。で僕金沢マラソンの T シャツアシックスが作ってて、生地はすごく良くて、着やすくてめちゃくちゃ気に入ってたんですよ。なんですけどやっぱ色、黄色っていうところで外のランニングでは使えなくて、結局寝巻きでずっと使ってて、なんかもったいないですよね。イメージカラーっていうのはすごくいいと思うんですけど、なんかもうちょっとできないもんなんですかね。いや、なんかあんま言いすぎるとちょっと怖いんで言わないようにしますけど、黄色のランニングシャツは着ないよ。せめてこれがノースリーブ、レース用とかだったらいいかもしれん。なんかレース用だと結構派手なものを着る人多いイメージなんですよ。なんですけど普段のランニングでこの黄色一色っていうのはなかなか着る人いないようなイメージがある。デザインは伝統の松本手まりと、パワーみなぎる太陽モチーフとしてますということで、背面に太陽と、まあ、松本城が写ってるようなものになっております。まあ作ってるのはアイテンの T シャツになるのかな。なので、まあ、機能性のある T シャツになるんじゃないかな。ファイテンって多分そういう T シャツ作ってると思うんで、まあ、そういった意味では、まあ、機能的な T シャツになるのかなと思うので、まあ、ただ単純な、参加賞 T シャツとかではなく、ちゃんと機能性のあるものになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回の動画はですね、松本マラソンエイドがすげえ美味しそうっていうのと、大会参加賞 T シャツが決まってたのでそちらをちょっと紹介してみました。松本マラソンの、エントリー等は本、概要欄に入れておきますので、気になった方はよかったらエントリーしてみてはいかがでしょうか。まあ、今後も、ちょっと僕のチャンネルでは松本マラソンの動向を、せっかく取り上げさせていただいたんで、何かしらこう僕で取り上げて少しでもこう何て言うんだろう、認知というか、発信のお手伝いができればなと思って、ちょっと動画を撮らせていただければなと思っております。怒られたらちょっと全動画消すことになるかもしれないですということで今日の動画以上、ご視聴ありがとうございました。最後に宣伝です。今年は皆さんと福知山マラソンを盛り上げようということで、福知山マラソンサブスリープロジェクトというものを行います。まあ、ざっくりと説明しますと、福知山マラソンでサブスリーを達成するための私の方でのプログラムの作成と当日のペーサーということをやらせていただきたいなと思っております。あとは当日はカメラを持参して走りますので、皆さんの走ってる勇姿なんかも写真で収めさせていただければなと思います。詳しい内容は概要欄に入れておきます。ぜひ一緒に福知山マラソンでサブ3達成しましょう。ということで今日の動画以上、ご視聴ありがとうございました。